はいどうもこんにちは、プロドローンインストラクターの橋本龍です。これから羽田に向かうんですけども、その前に持っていく機材の紹介をしたいと思います。はい、おはようございます。これから車に乗って飛行機で出張をするんですけども、本当はね今日12時発11時発だっか、まあお昼前後発の飛行機に乗ろうと思ったんですけども、結構ね満席に近い状態なので、まあ移動の際はね、ちょっとそういった密になりやすいような環境で、飛行機搭乗するのも嫌ですし、なんかね昨日かな、なんかピーチで随分こじらせ系お騒がせ系の乗客がいて、新潟空港に強制的に着陸させて出されたと。最近ねそういう方結構いらっしゃるんですよね。自分の主張を曲げずに妥協もせずに自分のことだけ考えて生活するっていう人が結構いるんでね、まあそこはね、まあそういうのもいますし、まあ第一に優先するのは、とにかく人のあまり、入っていない、予約が入っていない時刻に変更をしたので、まあ今からね羽田空港に向かって行こうと思ってるんですけども、この準備ですよ。まずはそう、これだけじゃないんですよ。いつもはね、そうですね、デューシュバッグっていう、ちょっとね英語で言うとね、おそらくあまりいい、普通にデューシュバッグって言うとあまり、いい意味ではないんですけども、まあそういうブランドがあって、まあ通称 DB と言ってるんですけども、まあそれのね一番大きいバッグで行くんですけども、今回はかなり小さいコンパクトな、いわゆるそのあれですよね、出張族が持ってる一番小さなストローラーっていうんですかね、ああいう、トラベルバッグをと、この間が購入したピークデザインのこちら、これだけでね出張してみたいなと画策してるんですけども、カメラ紹介ですね。まずはパナソニックのフル HD の HD-V480MS、 これがねとてもいいです。そう、これと、そして、先日買ったこれね、ソニーって表から型が見えてないんですよね。よいしょ、これねちょっと揺れちゃいましたね。そう、型番見えてないんですけども、これ 4K が撮れる ZV-1 ですね、ソニーのいわゆるブログカメラと言われて、まあ2ヶ月くらい前に発売されたやつですね。今でも使っています。ちょっとね気に食わない点があるんですけど、まだ使ってます。それと小さな三脚、まあ、カメラからだったらこれもですね、マビック2プロですね。これはやはり何かあってすぐに空撮しなきゃいけないっていうのがあるので、今回ねちょっとね短いんですよ。4日間の短い出張なので、充電はしないようのようにと考えてるんですけど、ちょっとねそれも不安なんですけども、まあこの、空飛ぶカメラですね。それと、それをコントロールするスマートコントローラー、カメラ類はこの3つと、今映しているこれはね GoPro ではなくて Osmo Action なんですね。 Osmo Action ねとても気に入ってたんですけども、最近ね中継をすることを考えたら、これが HDMI 出力がないんですよ。そう、 USB の C から HDMI に出力するなんかその回路がない、回路とか端子がないので、これもそろそろ GoPro 9が出ると同時に買い替えようかなとは思っています。この4つのカメラですね。あとは iPhone ですか、 iPhone のカメラ、まあカメラでいうと5つカメラがあるので、それを持っていこうかなと思いますね。それに伴ってカメラのバッテリーですね、これもね1個余分にバッテリーは持っています。でこれに関しては実はバッテリーこれしかないんですけども、USB ケーブルからこういったモバイルバッテリーで
電源をね供給することが可能なので、これはそれで良しとします。もちろんこちらもねそういうことが可能ですけども、これとこれはね、まあ特にこっちに関しては非常にコンパクトで画角がね広く撮れるので、まあサブ機的なんですけども、時々これが一番活躍する時もあるので必ず持って行ってます。それとオズモアクションの充電というかバッテリーですね、バッテリーを2つ持ってきます。さらにサンディスクの SSD で、僕は1ギガはあまり好きではないので、500ギガ、1ギガで1テラですね、1テラというサイズがちょっとね不安なので、いつも500ギガとかそんなレベルのものをいっぱい買っていますが、今回はこの1つだけでいいだろうとということですね。はい。そしてマイクなんですけども、ワイヤレス GO ワンパックワンセットと、これの、まあ、モフモフついてる、これはあれですね、カメラに取り付ける用のマイクです。これをまあこれ完全にソニー ZV-1 用と言ってもいいでしょう。もしくはPC で後から声を入れる時なんかにはこれを簡易的にマイクに使うことも可能ですが、まあロードのねワイヤレス GO があるので、まあそっちでもいいでしょうということですね。まあこの辺ですよね、入力系のもので、入力にとって一番重要なのがこのケーブル類ですよね。これはね、講習会とか講演とかで自分の iPad から直接ね、HDMI に変換して出力するときなんかはこれを使うので、これは必ず持っていきます。そして、これが、まあ、iPhone、iPad 用、こちらもそうですけども、この2つはライトニングケーブル。そして USB、ね、の C ですね。これはソニーかな、どっかの付属のやつですね。で、C2C、これ何使うかというと、まあ後に紹介する ATEM Mini Pro の時に収録をするのにね、これとこれで繋ぐと、そのまま切り替えの様子が全部、SSD に収録されるので非常に気に入っています。そしてこれが、ロードのマイクロフォンを、まあ、入力側ですね、トランスミッターで受け側の方に、これを接続して、マイク端子の方に入力を入れると。で、これがね一番重要かもしれないです。というのは、コンビニエンスストアで、まあ、最近はね C もライトニングも B もみんなミニもね売ってるんですけども、これは売ってないですね。これ何かというと、このパナソニックのハンディカムに直接この端子でね、ここでね繋いでつけるんですけども、そこから USB で電源が供給できるという非常に、まあ標準でついてきたんですけども、これはね手放せないです。そしてまああとは USB のケーブル類ですね、 C で B2C っていうんですか、あ A2C か、 A2C というのというものですね。それともう一つ、今回これを持っていくか、もしくはもうちょっとポート数の多い、まあ、これダイレクトにね、させる、プラグにねさせる、電源のプラグですねにさせる USB の供給なんですけども、これを一つだけにするか、もしくはもう一個持っていくか、それとも4ポートあるものをちょっと大きいんですけど、それを持っていくか今悩み中です。そして欠かせないのがこちら、まあこれとは他にねソニーのノイキャン持ってきますけども、これ何に使ってるかというと、これは前回紹介したターボスタジオの TS-02 の方ですね、まあ、イヤホンタイプの方、これで、いい音を聞きながら、まあちょっと考えたり本を読んだりとかですね、まあ、本を読むときはあんまり音楽聞かないですけども、うん、とかですね、あとそのまあ外部ノイズがないときにどうしても落ち着きたいなっていうときはこれを出張先で聞いて、まあリラックスするために持ってきました。それと記録用の話ですね。あ、今ちょっとベラベラっと落ちちゃいましたけどね、これね粘着のやつで、ずいぶん前にねカズチャンネルのカズさんが紹介したやつですかね、を使ってます。もうずいぶんホコリがついて粘着が減りましたけど、またね再購入しなければいけないかなと。で、基本僕はマイクロ SD カードのサイズは 64GB を何枚か持ってます。もう他にも仕込んであるので、64GB がだいたい
まあこれプラスだから1,2,3って申し込んでて、あの今見てるこのこれね、オズモアクションにも入れてるのでプラス4つですね、だいたい8個で運用してます。はい、これをね、でこれ黄色いのなんでこう黄色いテープを貼ってるか、単純です。全部黒いのでメディアを探すときにパッと目につくように貼ってるだけです。本当はねスプレーで色を塗りたかったんですけど、まあちょっと手間なので選びました。それと今悩んでいるのが、こちらこれね、フェイテムミニプロ、これを持っていこうかどうか悩んでいます。向こうでね収録して4日間、前回もね確か15日間くらい回ってる時にかなり動画の YouTube 動画のアップがされてなかったのは、単純にこれだけのカメラのものを、後で編集にするというのは結構ね手間なんですよ。タイムコードも確認しなきゃいけなかったりで、いわゆるシンクロナイズとさせなければいけないので、そういったものも大変だし、あとは時系列にねどのカメラで撮ったっていうのはやっぱりいわゆる一人で全部やってるので、ワンマンバンドだと難しいんですね。タイムキーパーとかのレコードをキープするシステムがないので、やっぱりこう YouTuber といえばですかね、 YouTuber、YouTube やってる人たちはそれで編集が大変だって言ってるゆえんなのかもしれないですけども、まあこれをね、これがあればもうそのままここから先ほどの SSD に切り替えてる様子を入れられるので、これを持っていこうかなと今悩んでいます。というのも実はこれだけではなく、もう一つ大きいものノートパソコンもあるんですね。まあノートパソコンはね基本持っていくのが当然なんですけども、これを持っていくとこれの、まず電源ケーブルですね、こちら、この電源ケーブルも必要になってくるので、これも持っていかなきゃいけない。そしてつなぐのに、カメラからねこちらに入力出力して入力するのに必要なのが HDMI ケーブルなんですけども、いわゆるフルサイズから、これは、マイクロっていうんですかね、一番小さいやつ、これは何に使うかというと、このソニーの ZV-1、 そしてノーマルサイズから、ね、A から、ミニに変えるというものは、これはこちらパナソニックの、ハンディカム。これなんで買ったかっていうのは、基本的に HDMI の出力があるので購入したんですね。はい、というこのね、この辺を持ってかなきゃいけないのかなっていうのがあるのと、とにかくね、そうするとマウスもね持っていかなきゃいけないので、これマウスねいつも同じものです。これがいつも、デスクトップで使ってるマウス。そして、まあ、古くなったので買い替えたんですけども、壊れる前に買い替えるタイプなので、こちらをまだ運用しているので、もうこの辺ね赤とか溜まってる、何回か記念したんですけど、やっぱり難しいですね、こういうのはね。すぐやっぱり交換するしかないのかなと思ってるんですけども、動くのでこれを出張用に持って行ってます。これをね、さっきのバッグですよ。これ、この中に入れて持っていこうかなと思ってるんですけども、ね、他にね、ストローラーにはね、着替えとか、まあ、衣類関係と、あとは僕はグルテンアレルギーなので、醤油、グルテンフリー醤油をね、小さな小瓶に入れて持ってかなきゃいけないので、まあ、そっちは向こうに入るんですけども、何分このバッテリー類に関して、あ、それともう一つ、これも持ってかなきゃいけないですね。iPad。ね。iPad をね、古いですけどね、iPad Pro もう4年くらい使ってるんですかね。ね、これも持ってかなきゃいけない。となると、どうしようかなと。お、揺れちゃいました。ね、これをね、スピーカーが曲がっちゃった。ね、どうしようかなと考えてるんですけども、まあね、消去法で言うとどれからですかね。Mavic 2 Pro にしようか、持ってくのやめようかなとも思ってますが、まあ
何でしょうかね、こういざっていう時にないっていう状況が、まあ、取る側としてはとても、すごく悔しいですし、あーっていう、こう残念な思いが多いので、それでしたらやっぱり持ってかなきゃいけないし、じゃあ ATEM Mini Pro を使うかどうかっていうのも正直わからないです、ね、今回短い出張なので、まあ、実質3日間ですよね、の出張なので、その間にまあ昼間の仕事をこなしながら ATEM Mini Pro で切り替えをしながら、うん、YouTube 上げられるか、いや上げるだろうな、上げるだろうなと思って持っていこうと思うんだけど、重たいから結構気合が入るっていう感じなんですが、今回も、まあ、基本的に僕ミニマムな仕様で持っていきたいんですけども、結果としてねこれだけ多くなってしまうんですよね。これ外国に行く時も全く同じなんですが、今は外国に行く機会がないので国内で、同じ仕様で移動するんですけども、まあこれが本当に悩みのところで、それともう一つバッテリー類は必ず機内持ち込みにしないといかんのですね、まあ、そういったところでね、今までのバックパック、今まではねバックパックじゃなくてピークデザインのメッセンジャーバッグを使ってたんですけど、まあ重たいです。だけどバックパックに変えて今回初めての出張なので、ちょっと楽しみだなというところですね。それでは今回はこんなところで、この後ねちょっと早めに今回は自動車で羽田空港に移動するので、その間羽田空港の中でもちょっと撮影しながら、羽田空港ツアーみたいな感じでやってみたいなと思ってるんですけども、そこは上げるかどうかは時間次第ですね。ということで、今朝は羽田空港に向かう前にオズモアクションで収録したまんまのものをそのまま無編集で出していきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。また。